タップフハイムは、ドイツ連邦共和国バイエルン州シュバーベン行政、関区のドナウリース郡に属す、町村である。この町は、公式には19の地区からなる。このうち小集落や、孤立農場などを除く集落を以下に列記する。タップフハイムは、典型的な街道町で、ドナウ川北岸に位置する。タップフハイムは750年から800年の間に、古田修道院に寄進された際に、 初めて記録されている。この町は1067年から1401年まで下級貴族のタップフハイム家が治めた。14世紀後半に記録が残るアウクスブルク市民のマイスター料理人はタップフハイムに特別な権利を有していた。この家の紋章はタップフハイム裁判所管区の16世紀前半の印象に用いられている。14世紀の終わり頃以降、 タップフハイムホーフマルクはバルトキルヒケに属し1505年には新しく創設されたプファルツノイブルク公領に属したバイエルン公とプファルツノイブルク公は管理人として大官を設けタップフハイム上をその代官所とした教会については1269年から1803年まで首都会のカエスハイム修道院と密接な関係にあったありがとうございます